ちょっとナンヨンをハンドルブルブルって、おお、あおお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 それでは後半戦スタートです。いやこれ後半ちょっとまくりたいですね。あの中間報告の憎たらしい顔見ました。いややっぱ乗せたらダメですね。はい、乗せたらダメですよ、はい、もうあれがザ・キコーナですから。いやそうですよね、はあ、あんな人たちに負けたら嫌じゃないですか。いろいろと何言われるか分かんないですからね。まあ後半戦も最高のスタートだったからね。いやー素晴らしいね、はい、うん、いやここはちょっと池田店長よりやっぱりちょっともうちょっと見せ場作って。そうですね、はい、うん、まあ、僕も一旦もう一回判断だけ取るんで。いや、はい、うんうん、なるほど。え、湯がいてやってんのじゃあ。だからコンビニのざるそばを売ってた。ああ、もう、はい、うん、なるほどなるほど。あ、そういうことね、はい。あ、いいっすね。あ、もうこれ当たりますね、2で。いいっすね、はい、いいです、いいです。よし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 。まあ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 。うまい。うまい。まだまだまだそんな。まだまだね。まだまだ。なんせあの初当たり昇格してますから。いやそうそう、はい。大丈夫大丈夫。はい。まあ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 。まだまだ。あの最後。スーパーラッキー急に切り替わる可能性もありますから。確かに復活パターンみたいな。あのサムが持ち上げてくれたりしますね。そう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 。サムが出るとか言うそんな簡単に出るわけないやん。最後にサムが出ればとか言ってますけど普通の演出みたいに言ってますよ。ちょっと寒いね。ほい、まあ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 、もう一回これでね、戻します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 、はい、はい、おおー来たよー、シーサー、シーサー魚群来たよ、2回目いけー、これいやー、2回はきついわ。これちょっとおかしいんじゃないですか。です、ね、右の2台勝手に入ってこっちの台は当たりもせず魚群は外れ、魚群2回外してますもんね。あれなんかこれおかしくないですか。後でクレーム入れとこう。おー、来たよ、チャンストライ。いやこれはちょっと期待も出るかもしれない、ね、もう当たってしまえ、来い。なんかそわそわしてしまいますね。お、なん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 、さあどうだ、来い。おっと、あーいいよ。いやこれ熱そうっすよね。あーレッツマンボ来た、当てましょう当てましょう。おっと、あー来た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 よ、頼む。おっしゃー、よっしゃだった。いやー、おー、確認だ、来た来た来た、追いつきましょう。これで素晴らしい、よしよしよし、やりました、やりました。いや、なんとか前回のあのパチスロもすごかったけど、いやいや上地さんしっかりここも確認持ってきましたね。ほんま来ました、お見事です、お見事です。ここからなんとか頑張って、まあまあ、4連すれば追いつきますけど、僕も頑張ってちょっと当てますんで、はい、この2人で確変来たら一気にまくれる、ね、可能性ありますからね、はい、お、確変引きよった、え、単発あたり多分再変動しましたね。なるほど、あ、わあ、まあまあまあ、こっちはまた4回持ってますから、大当たりに、よし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 、
頼む、まあ、60分ありますからね。いやそうですよね、普通に3連4連してもおかしくない。お怖いな、怖いな、怖いですね。外れろ、そこは外れろ。うわいやまだ大当たり中ありますからね。そうですね、はい、こっからですね。そう、こっからです。これ120回で、はい、そうですね、はい、なんとかどうやら時短ですね。時短ですね、あれはね、ワンセットっぽいですね、はいはいはい、まあ今4対2というところです ね、 ですね、はい、いやまあまた我々がね、はい、さらにつけてばつければいいだけの話ですから、うん、30分切りました。30分切りました、はい、了解です。ラストスパート、はい、お、なんか豪華な扉、サチ、おお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 ビッグウェーブ、ビッグウェーブ、マジっすか、これが沖縄ですよ。そうですね、あるんすわ。ちょっとぼーっとした隙にあんなことやられますからね、ブルルルルルなってましたからね表現がリアルいやでもあのビッグバイブついてからまた面白いのが増えましたよね、ですです、海シリーズ。確かに、うん、さあ物にしましょう。いいですか、はい、まあ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 、今回時短100回ですね、単発なんでね。そうですね、初当たりなんで、はい、ちょっと追い上げたいですね。追い上げたいですね。ギョギョ来い。ああこれで5対2か今。あブルッタ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 、おっとおっと、これブルッタよ今、ハンドル、ハンドルがぶれたんですか、はい、はい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 、3回目の3回目の記憶、これハンドルブルブルは激アツじゃないですか。おっと、ちょっと何よハンドルブルブルって、おお、すごい、やっぱそういうことですよね。いやすごい、さすが、おれー、まあ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 、追いつくぞこの野郎、さすがですね。これで今、2回でしょ、わー、かけんかけん、おえーっってことは3連算したら追いつくでしょ。いやそうです、そうです、スーパーラッキーですか、スーパーラッキーご覧くださいご覧ください、まあまあまあ、いいっすよいいっすよ、全然そんな、うんうんうん、さすがっすね、やっぱハンドルブルブル熱いっすね、がっかりさせといて。さあ、残りが20分ちょっとですね、あとね、ちょうど僕の連チャンが終わるぐらいで勝負が決まると思いますので、はい、最後はしっかりこれで締めくくりたいと思います。勝って意気消沈させますや、多分後半戦僕らほとんど喋ってないんで、最後ちょっとまくるとこだけ呼びてしますんで、かっこいいですね、もうそれで十分です、はい、やっぱこのような方たちをね 123TV に出すわけにいきませんよ何言われるか分かりませんからねいやいやほんまそうですね。これでもう1回僕が確変大当たりを引けば追い並ぶわけですね。 60% でしょ、4連4連します、4連。いやでも何も起きなかったのでマリンモードに変えた途端でしたもんね。あなんかそういうタイミングで当たると、あやっぱそういうの有効なのかなって思っちゃいます思いますよね、関係ないんですけどね、分かってますよ、それは関係ないのは、そう思っちゃうっていう。早めに決めたいなあ。あー確変です、ノーマル9です、9、ほんまや、はい、
これでもうレンちゃん。おい、さすが。さすが。はい、追いつきました。いやすごい。追いつきました。よし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 。あ、やっぱ並ばれた。やばいやばい。楽勝やな。また勝っちゃう？スロットに。前回のジャグラー勝負はちょっと神津さん頑張っていただきましたので、はい、今回僕がちょっと頑張らせていただきますので、はい、お任せします、はいはい、もうちょっと当てて、あ、黙らせますね、はい、もうちょっと待ってください。、はい、すいませんね、なんかうるさくて。いや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 、せっかく来ていただいたのに、はい、まあこの何でしょうね、この海の歌あるじゃないですか、これを2人に歌ってもらうっていうのもいいですけどね。罰ゲーム。いやでもノリノリで歌いそうですよ。あ、逆に楽しみそう。はい、はい、すごいな。次格変図柄を引けば勝ち格、勝ち格と言っていいでしょう。いや、なかなか海ジャグ勝負面白いっすね。いや面白いですね。結構シンプルな騎士ですけど、はい、意外と良かったっすね。当たりも見れたし、っていうかミドルスペックで全員当たり引いてるっていうのがすごいっすね。しかも全員格変を当たり引いてますもんね。これおきゅうみ5の印象も良くなりますわ。いや、そうですよね、本当に。おきゅうみ5も配信される頃にはね、いろんなお店に導入されてますね。皆さん、非行なグループと123グループでおきゅうみ5見かけた際はぜひ行ってみてください。あと15分です。なかなか15分で初当たりは難しいと思いますんでね。もう審査さん頼りですね。はい、はい、いや、まさかのでもデッドヒートですね。いや、試合ですよね。いや、そうですね、うん。まあ、だからこそ、はい、勝つことに意義があるんだろうなと思いますので、はい、ね、まあまあ海だけに最後まで泳がしてあげますよ。うまい、はい、うまいな、はい、いやいやいや、最後にまくるのはこっちですから。うまいな。うまいな言って次のやつ考えてますから、ね。やっぱそうっすよね。変な汗出ましたもん。え、なんか音が、ちょっと派手めな演出。ああ、おぎ、ぎじぎじ、あれ来た、あれ、はい、あれ来たわ。先読み来ましたよ、先読み。あれ来た。おおいおいおい、あるよあるよ。早い早い、喜ぶの早い。あるよ、来い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 。何やってるんですかそれ。長い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 、だいぶ深海。いや、まだ当たってない。はい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 。キン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 、もう他のお客様のご迷惑になりますけど。イエーイ。ちょっとすいません。あちょっと他のお客様のご迷惑になりますって静かにしてもらっていいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。話しちゃったで、ね、これ。ありがとうございます。オレー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 。くそー。逃げられるか。さっきからいい時間にやってるよな。いやー、ほんまそうっすよね。あー、楽しい。いやー、楽しい。これはさすがに。そうっすね。いける？はい。うん。マリンちゃん、頼むぞ。頼むで。これ誰が出てくるかにもよるんでね。誰出てくる？誰や。あ、おら、誰もおらんかった。ちょっと弱い。マリンちゃん。あー、わか。シーサーさん、まあまあハマってますよ。まあまあハマってますね。これはありがたい。よしよしよし、あと10分ぐらいハマってくれたらいいんですけどね。10分ハマってくれ。あと10分もハマりませんわ。いやだな。大丈夫っす。あ、綺麗な演出。こんだけ激しかったら、おお、大丈夫です。よし、すごい、さすが。いや、すごい。
はい、これでもう、6回と6回でしょ。なのであと1回学園手から引けば勝ち。ただ時間があと7分。いや接戦ですね、ほんまに。え、おお、フリーチャンス、おっと、これは熱いよ。しぶといな、しぶといな。すごいね、やったイエス、こんなイエーイパチンコでこんな見せれるんですよ。イエス、ウリンさん最高。かなりのシーソーゲームじゃないですか。いやすごい、イエーイ、ウリンさん最高。わーっ、展開が神、神展開、神回ですね、マジで。あと3分いい勝負なんですけどね。すごいいい勝負。こっちが確変中時間かかりすぎてるんですよ。確かにそうですよね、当たるまで。来い、はい、お、あー終わったか。まあでも当たらないよりかはね。そうですね、はい、これで6回目でしょ、2人で。よしよし、はい、最高最高最高、もう一個、はい、もう一個、行こう行こう行こう、保留連来い、保留連。あと30秒、30秒、ノーマル来い、ノーマル来い、イエーイ。あと15秒でした。完璧、完璧、完璧でした。完走です、完走、完勝、ありがとうございました、ありがとうございました。いやー、やりましたね、やりましたね。これで晴れて私たちも一時間 TV に殴り込みに行けると、そういうことですね、いうことですね。ありがとうございました、終了でーす、結果発表、じゃじゃーん、お疲れ様でした、お疲れ様でした。いやー、びっくりするぐらいの接戦、大接戦でしたね。じゃあ、お当たり回数我々の方から発表しましょうか。はい、お願いします。上市さんが2回です、2回ですね、はい、で僕が4回当てましたんで、はい、なんと我々全6回の大当たりやってます。おえ6回、ええ、ちょっと待って、私が、このグループチームは私が2回と、まあまあまあ2回ですよね、はい、2回ですよね、はいはい、私がもう最後の最後にダメ押しも引いて6回計8回、うありがとうございます、ジーソスムカつくよ、ジーソス。いや、負けた時の前回の負けた時のエンディングもこれぐらいでやれよって思いますよね。いやでも今回ね、初めてこう、まあ、2回に分けてスロット勝負とパチンコ勝負しましたけど、まあ、王道の奇襲でしたが、思いのほか良かったですよね。本当にこれやっぱパチンコのスロットのね、はい、ルーツが詰まった大なんだなっていうのがね、まあ、今までも今からもホールの主役になるであろう2奇襲で熱いバトルできたんで、うん、またこういうね、4人の企画できたら、うん、ぜひね、チャンネル同士で交流深めてやっていただきたいなと。継続的にこういうのもやりたいですね。そうですね、良、はいはい、かったと思いますね、うん、さあそして結果の方、我々負けましたので、一応最初に話してた通り、トミーさんに 123TV に出ていただいて、はい、今度はキコーナチャンネルの番宣をそこでさせていただくということなんですが、大丈夫ですか。もうこれは負けたんで仕方ないんですけど、はい、どんな感じで出てくれるかですよね。いやもうこんな感じですよ。こんな感じですか。僕先鏡で自分の姿パッと見ましたけど、マジアホやなっていうね。これは我ながらちょっと自分で、はい、完全に僕ジャックされそうで怖いんですけどね。この感じで来られたらジーズ絶対来るでしょ、この感じで、はい、このまま行きます、はい、すいません。まあ、勝負事なので、はい、もう言ったことはね、守っていただくということで、はい、123TV チャンネルの方で、はい、今度トミーさんが番宣しますので、はい、そちらもぜひね、見ていただきたいと思います。ます、まあ、せっかくそして今日は上市さん来ていただきましたんで、はい、うん、最後にもう一回チャンネルの
紹介だけでもさせていただけないですか。よろしいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。さあ、というわけで今回ね、この2021年7月に 123TV チャンネル YouTube 上で立ち上げられましたので、上地さん来ていただきました。最後に一言よろしくお願いします。はい、7月1日より 123TV を開設しておりますので、ぜひキコーナチャンネルご覧の皆様も機会があればぜひうちのチャンネルも覗きに来ていただいて楽しんでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、というわけで今日はキコーナチャンネル代表と 123TV 代表ということでバトルの方していきましたけれども、どんどんねこういった感じでこう業界内の交流を深めて業界全体を盛り上げていきたいと思いますので、皆様これからもどうぞよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。